おはようございます。はじめまして皆さん、スローパッチハックメンバーのきょうちゃんです。まあちょっと大きい展開を取れるように、まあ荒い台をちょっと狙っていきたいなって思ってます。おはようございます。スロパチハックのきょうちゃんです。本日はですね、グリーンピース、池袋西口店さんにて実践を行いたいと思います。初めての収録なんですけども、なんとアラジン、2撮ることができたんで、まあ、スーパーアラちゃん入れて爆発させたいと思います。お願いします。じゃあ1万円目行きたいと思います。帰ってこいよ。この台が導入されて1回しか打ったことないんですけど、あーなんかよくわからない感じで2000枚ぐらい出たのが思い出ですね。まあ天井がですね1400っぽいんで、1400AT 間のハマり1400でボーナス確定となるんで、まあそこまでいかないところで当てたいね。6本目、早いな。もしかしてさ、外線よりきついんじゃないこれ。足りません。申し訳ないですけども、まあ1万円やそこそこでねポンポン当たるようだったらね、世話ないっすよ。2枚目帰ってこいよ。帰ってこいよ。いやいや、ちょっと早いね。でもなんだかんだ250くらい曲がったね。外線と変わんないぐらいか。そうだね。確かさ、あれアラちゃん中の集団チェリーってなんか探知扱いみたいな感じじゃなかったっけ。アラちゃん中は、アラジンボーナスはお宝ラッシュの当選が、まあ、ほぼ。ああ、そういうことか。はい、どうぞ。これ前とかで引いたんじゃない？もしかして変わらない。お、うまいよ。ほれ、おお、いった。緑まで行ったよ。そろそろね、この辺でもう一発欲しいですね。仕留めたいよね。うまい。ほい。お、うまいよ。ほい。めちゃめちゃいける。これ強チャンス目だね。これいいんじゃないですか。もう出てくる。はいはいはい。じゃあモード上げてって探知引いてチャンスの当てろみたいな。モードによって探知のスピードが変わるらしい。はい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 。よいしょ。アラジンステークス。最終コーラーを通過。一度燃えろ。
あ惜しいね。あ今おとぎ勝ったかどうか、ね、あれあーそういうことね。はい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 。高確率って書いてあるよ。捕獲率って書いてあるよ。ゲーム数増えたね。接戦すればリセットされるのかな。そういうことか。早いうちに上がっちゃえば。そうだね。あ、そっか。10ゲームプラスみたいな。各ステージ10ゲーム持ってるってことかな。開いちゃえ。これいけば。うまいじゃないですか。はい。はい、このゾーンで探知飛行 50% でアラちゃん当選みたいな。わーお、探知飛行、探知行きましょう。開くね。開いてねえ。ただ開いただけだったな今。そうじゃない、なんか例のものを。わーっと圧倒だよね。めっちゃ連続で引くやん。あ、圧倒いけ、いかない。モクモクチャンスだ。あ、ここでホールドされるんだね。あ、本当だ。あ、じゃあさっきのゾーンは続いてるんだ。うん、だここでこの青が仕事をしてくれれば。そうですね。探知持ってこい。なんやそりゃ。もう無理だろう。お、行ったじゃん。よかった。あ、それで継続してまた10ゲームくれるんだ。これもステージが上がるほど探知の確率が上がってくるんで。だいぶ近づいてるじゃないか。ね。でも今のステージ上がってくれてもいいよね。継続したんだから。熱いんじゃないですか。お、お、来た来た、探知。これが探知か。これ、ね、あ、これ探知か。 50% でアラジンチャンス、はい、出るのか。2個連続。さすがに調子に乗った。うん、誰だ。赤文字だとか関係ねえんだよね。電報か。うん、多分これ電報です。ああ、まだだ。
張れ。緑か。お、あ、ビビった。俺がびっくりした今。ビビったかと思った。絶対強攻撃だよね。耐えろ。あー、はい。なんだろう。なんだろう。オッケーオッケー、炎まで行ったよ。オッケーオッケー、ちょっと期待しちゃおう。このステージだと13分の1で単調落ちてくる。やばいじゃん。やばいっすよ。これ行ったんじゃね。めちゃめちゃもうだって行ったんじゃね。行ったじゃん。行った。50% 2回目だよね今。はい、行っちゃえ。もう行っちゃいましたね。また取っちゃえ。これはもうさ絶対取ったでしょ。8点。またこいつが強えんだよなこいつ。先制だよ。もうずーっとアラジン攻撃しろ。まだだ。なんでかな。お？え、何取ってんの？これ俺なんかミスった？あ、なんか変なとこ落ちちゃったね俺。ちょっと遅かったな。すいません。これもう当たったら。うん。大丈夫だよね。え？本当に？うっ。本当に？あ、そう。そういうことするんだ。へえ。なるほど。殴り合おうか。いいですよ。ただこうなんだろう、あんまり知らない台を打つから、ありがとう。どうなんだろうね、こうもう全然ダメだよそんなのっていうところがわからないから、大負けの予感。ありがとう。何の大丈夫今の。めっちゃ一言やん。やめて、まだ全然遠いから。たださ、250万あるじゃん。だから単純計算で6万円、6万円あれば全然足りるってことだね。前日のやめが一応表記では23ゲームなんで、ほぼほぼ1400です。はい、ありがとうございました。わかんないよ、当てちゃえばいいんだから。いいよ。いい音したよね。当たっただろ、知らないけど。あ、レインボーじゃないね、レインボーじゃないね。はい、記念すべき20本目。はてな。チャンス1。あ、ぎじってるやん。
これ熱いんじゃないですか。2位まだ終わる。うわこれ熱い、絶対熱い。嘘、大丈夫だろう。これね、これでね、これで10、あ、ステージアップもして10ゲームと。まあ、何しろちょっと雷まで行こう。うん、そうだね。はい、2枚目がなくなったんで3枚目です。怖い。そろそろ当てたいな。そっか、この子は熱いんじゃない？チャンスよ。ああ、なるほど。はい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 。炎まで行きましたよ。お上手。じゃあもう一回ラクダ引けば雷いけるってことだ。よし、ラクダ。ラクダ。タンチェでもいい、タンチェも引きたい。ラクダ、なんだこの扉。赤扉だよ。あ、どうなの、それはどうなの。これ熱いんじゃないですか。 いいんじゃないですか。はい、行ったんじゃね。多分今ので行ったと思うよ。もう勝てないよゴーレムには。3度目の挑戦。先生、ここで探偵引いてもいいと思うんだよな。あー、はいはい。アラジン4ゲーム続けばってとこだろうな。はい、ラクダっぽい。こういうとこだよな。来たんじゃない？来たんじゃない？あー、まあでも共産詰め、共産詰め。あ、ステージアップ？あ、本当？やる。はい。発展。お、星4ですよ。こりゃそう。嘘でしょ。星4ですよ。ほい、嘘でしょ。まあでもステージアップだからね、逆に熱いのかもしれないね。うん、これさ、
ファミナリステージ結構どえタンチェですよ。これもう大丈夫だろ。はいはいはい、もうだってほら、もう一回引いちゃう。まだ終わらないよ。もう一回いっちゃおうか。ほい、あーリベンジ。ただね、俺は女の子に優しくしたいんだけどね。ゲームで復活パターン、はい、やっとやっと、はい、いただきましたアラジンチャンスです。というわけでやっと当てました。ゲーム数なんですけど569ゲーム、投手の方が22本と、そうだね、まあよかったね。とりあえずここから逆転、逆転、大勝ち目指して頑張りたいと思います。はい、アラジンチャンスの簡単な説明なんですけども、まあ何しろチェリー引いてくださいと。チェリーを引いてバトルに発展させて勝利の一部でスーパーアラジンチャンスという流れでぶっ壊しに行くと。チェリー引かないとちょっと話にならない。いやー、心臓が折ってるね、ドキドキしてるね。うん、こういう、そうだね、うん、ただね、通常時がねよく引いてね、 AP とかで引けないのが俺なんだよね。これ困ったことに、当てるは当てれるみたいな。そうだね、こういうこと、こういうことです。ステージこれ暗いから闇っていうステージだね。割と上位の方にいるやつだね。ここでバトルに発展と、ここでもう一回、もう一回、今さあ、そういうことか、そういうことね、どんどん消してく。なんかあの強えやつに行きそう。あー、あ、星4ですね。ビビちゃん、ウーニテンテンのビビちゃん、よし。さあ、ただね、俺はね、女の子に優しくしたい。うん。いや、一回ほらアラジン倒れてあげたから、ああいう手加減を見して勝っていくと。さあ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 、いきます。これいきなり引いたんじゃないですか。リプレート食らってくと、うまいんじゃないですか。これはうまい。これ単純でいいんだよね。ほら一撃ボコボコや、おい、ボコボコやで。で、この一部でスーパーアラジンチャンスと。はい、はいはいはい、取りました、取りました、やってやったぜ。で、これサンチェで繰り返していく ST みたいな感じ、合ってる、多分そんな感じで、マックス20ゲームまで貯めてやってく。
感じが楽しいんですよ。ほい上手、これで継続確定と。はいはいはい、あとは宝箱をどんどんの、これ気持ちいいね、サミーさんのこれは本当にいつ打っても楽しい。よいしょ、はい、いっぱいね取らないと。そう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 、そういうこと、そういうことです。もう気持ちすぎるわ。はい、赤、こういうとこなんだよね、きっと。押し、はい、1個、あー1個かー、まあ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 、はい、アラジンチャンスじゃなくてスーパーアラジンチャンスの方でお願いします。はい、オッケーオッケーオッケー、11ゲームですね。はいはい、まずは探知を引いていく作業と。よいしょ、お願いお願い、ちょっと、はい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 、はい、うわーマジかー、早いね、もう終わっちゃったまあ次に期待です。はい、あ、こいつに勝てばステージアップと。はい、バーバだよ。はい、うん、これは熱いだろう。はい、すごい滑るはい、さあバトルかな。なんかこのまま直撃してほしいぐらいだな、うん、チャンスだ。はい、さあどうだ。さあこいつ一番強いやつじゃん。でも男だからね、こいつには容赦しねえよ。くっ、はい、食らってくと。すんごい食らうわ、取れ、よし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 、いったれ、あ、全然効かんわ、取れ。嘘でしょ、いや嘘はい、アラジン弱っ、こんな絶対勝てんやん楽しい楽しい、 AT も終わりが近づいてますけども、終わっちまうのかい、やれずと。はあ、そうだね、まあ1セット194枚、ゲーム数50ゲームですね。はい、次やってくぜ。月の導きに従うのです。あ、そういうことね、これが引き戻しのステージみたいな、まあ降格みたいな。 10% 戻そうよ。お、当たりました、引き戻しですね、よかった、嬉しい、お上手でございます。はい、じゃあ2回目のアラジンチャンスでございました。ちょっと待って、楽しい楽しい、ステージを上げていきたい。どうやらステージが上がれば上がるほどチェリーを引く確率が高くなるみたいなんで、ラストで引いたサンチェでお願い。あー、さあさあ
気を取り直して272枚の方獲得で終わりましたけども、はい、月の導き、さあ行こう、チャンスだ、もう何も引いてなくてさ、チャンスだって言ってる時もう絶対熱いよね、もう絶対俺もうね取ったと思ってる、だってさっきもこれで当たったもん、これ気持ちいい、これ結構さそうそうないと思うよこんなに、さあ3回目のアラディンチャンスです、されただねこの AT がねやれないと全然増えないから、チェリー引きたい、引いたんじゃない、あこれおそらく、おそらくだね、チェリー狙って中押しフリーでいいって言ってたので、チェリー来ないってことはもう二角ってことだよね、二角さあまあバトルには行くよと師匠が言ってくれてるから、さあちょっとリベンジしたい感はあるけどね、はい言ってたら来ましたね、レオンくんです、こいつが強えんだ、あでもさっきより食らってないね、よいしょ、あーまあ半分いかないぐらい減ったね、これ次アラジン欲しい、あーはいはい、お一目見る、あこれ勝ち確じゃねえかな、うん4ゲーム目、はいやってやりました、リベンジ達成、さてここでスーパーアラジンチャンスが、さっき説明して一部でって言ったけど、もしかしたら勝利でスーパーアラジンチャンスなのかもしれないです、あーじゃあそういうことでまあ何しろここをマックス20ゲームにして続けると、はいレア役ですよ、これちょっとずっと聞いてたいね、いい音だね、これいきなり弾いたんじゃないの、あーあー物にできずと、なんだかね噛み合わないな、これ復活ないかな、ないか、なんだかんだでアラジンチャンス3セット、スーパーアラジンチャンス3セットで428枚、なんだかんだで結構ちょろちょろと出ますね、もう半分まだいかないか、うんもう結構なんだかんだで、月の道、さあ引き戻し、どれほどの威力があるのか見ものですね、だからもう行ったでしょだってこれでさっき当たってんだから、そうだよね、次あれいじらないのちょっと怖いな、あでも金のランプ出てきたよ、おい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  50%なのに赤だぜ、絶対熱いやん、もうどっちかしかないよ、引き戻しでしょ、どうそっちね、
はいはい、これ多分疑似でしょ。もう一回ないんだ。ドットのアラジン出てきました。ただもうこれね取ってると思う。ほらやばいです、やったんぜ。よし、今日帰れないね。一応店長に頼んで明日まで打たせてって言います。うん、対決行きたいね。行ったんじゃないですか。言霊ってあるね。はい、これはスイカっていう意味でいいのかな。知っとるわ。あーどうだ、ここだよね。あーここで連続で引くもんな。これ当たってりゃ演出来るんだろうね、こうずっと。はい、まあワンセット継続で594枚。はい、次あ、びっくりしたな。ダメだ、俺これプッシュに見えちゃう。はい、 20% 上げていけ。だからおかしいって、このパーセンテ赤って絶対おかしいって。当たってます。これ 100% ってなるやつじゃないですか。もう一回来たら、あ、来ないと。あれ、あのランプのせいがなんか圧倒だよ。あ、これチャンス目だね。俺絶対引き戻したでしょ。もう激アツあるもん。やば、あ、でもチャンスなんだ。でももう大丈夫でしょう。確かなんか宝箱も色があったと思うんだよね。うん、金色とか確かあったと思う。パスどもの脳みそを刺激するとか上手。でも 80% あるからな。これやらかした。これなんだ、これなんだ。お、金ですよ。バトル高確率って書いてあるね。ラブサスだよ。